おはようございます。 SBFJ 利根川です。今日は埼玉県熊谷市の別府沼落とし江袋ため井で釣りをしていきます。過去に見覚えのある方は鋭いですね。去年の冬と春先に釣りをしてまともに釣れなかったあの場所です。私はその辺を狙います。あ、カメだ。ああ、カメ、あの辺にもいたんで、お友達が多分ふわふわふわっといます。ザリガーニ。あ、本当だ。ザリガーニでかくねえすかこれ。爪でかくねえすか。この場所は足場がふわふわしているので、でかい足を使って、さらにでかい体を使って、あらかじめ沈ませておきます。ハッピーターンを食べながらのんびり準備をしていきます。この辺を狙います。この辺ですね。半熟煮卵とわさび飯。あー、辛い辛い、ずーっと辛い辛い辛い。あ、朝ごはんを食べた場所の動画は今回見送り、どこかでリベンジして一本にまとめます。竿を置いておく竿掛けをセット。竿は月光やわら10尺でやっていきます。仕掛け巻きをパカッと開けて10尺の仕掛けを取り出します。ちなみに道糸は 1.5 号です。少し深い糸いいなぁと妄想をしましたが、相田さんが先に始めて浅いことが確定してしまったので、ハリスを縮めて水深を測ります。水深めっちゃくちゃ浅いです。ハリスが上15センチに対して、上が道糸が20センチで、浮き分の3目盛りで15センチってところか。60センチないな。いや、隙間から美味しい水を確保。コンパクトタオルは吸水済み。わけあって吸水済みです。こう置きたい。ここで相田さんが 19.5 尺で釣っていました。マブナさんでしたが、利根川的には1箇所目に魚の気配がゼロだったので癒してもらえそうです。今日も餌を作っていきますが、グルテンで浅い底釣りといえばいつものやつ、芋、綿、シンベラグルテン底です。ぐるぐるぐる、グルテン、ぐるぐる。給水。よろしくお願いします。うわ、すげえ、みんな流れた。正面からの日差しも結構強いですが、この時刻の風の強さ、風速で約5メートル。釣りはちょっとやりにくいですが、無風のドピー感よりはマシかもしれません。穂先をすぐに水の中へ入れず、迷い橋みたいになっているのは、浮いているアッシとかヨシの葉っぱがいるので、その隙間を狙って道糸を沈めていました。ゴミよけを出すほどじゃないですが、無視できる種類、無視できるほどでもありませんでした。まあ、だからといって一気に掃除したところで、右にある枯れた足が強風で揺すられまして、無限供給されますと、ここでヒットです。なんか来ました。あ、こいっこかな。こいっこだ。やったー、こいっこゲット。推定17センチ、18センチ。こいっこちゃん、よいしょ。はい、ありがとう。ちょっと前に水路でコイッコやマブナが連チャンしていたのを思い出しました。
ここも今足場になっているところは夏場水に浸かっているところなので、まあ、水路みたいなもんですけどね。わお、もう一個。あ、大丈夫ですよ。こちらはこいこちゃん。はい、ありがとう。アイダマンは小ぶりなヘラブナをゲット。さてさて、そこから間髪入れずこの一頭は浮きが動くもののぬめーっとした動きで入っていきます。これは残念ながら空振りでしたが、ここで問題です。この次の一頭で釣るものは何でしょうか。 A ザリガニ、 B カメ、 C タニシ。心の中に思い浮かべてください。それでは正解をどうぞ。正解は A のザリガニでした。マッカチン、こいつすげえ腕曲がってんな。曲がりそうで怖え。シャキン、鼻に挟まねえっす。ザリガニ鼻に挟まないの？テレビでみんな挟んでたよと。アイダマンジョーク。利根川は特殊な訓練を積んでいるので、今まで特用マッシュポテトを食べたり、ヒロキューになる前一系の餌も食べました。笑ってくれた人もいますが、引いてしまった人もそれなりにいるようなので、そういう内容は自粛。いや、正直に言いましょう、今まで利根川ザリガニに挟まれたことがないので、挟まれたくありません。芸人の方が挟まれているのを見ると本当に尊敬します。おーおー、やっとマブだ。マブオさん嬉しいっす。すごい合わせをくれたマブオさん、よっこらせ、ありがとね。今スタート時の釣り方と実は変わっています。多分ザリガニクイズのあたりだとは思うんですが、バランスの底釣りからドボンにしちゃってました。重りがナス型の 0.5 号に対して浮きの浮力もそこそこあるので、まあ、ほぼ垂直になってるんじゃないかなと思ってます。ちょっと動引きが強いような頑張りやか、頑張り頑張り、やわらも頑張り頑張り、マブ匂い嗅ぎますか。思ったより臭くない、あ、思ったより臭くない逃げしちゃった。2本食ってるかもしれないですね。この右後ろというかほぼ後ろ、エブクロタメイのタメイというだけあって、田んぼのシーズンにはだだっ広いタメ池みたいになっています。それがこの時期水を落としてしまい、大半が干上がって陸地になるので、ここに魚が溜まっているようです。さあさあ、また人。頑張り屋ですね。頑張り屋さん、頑張り屋の小一子さん、頑張り屋の小一子さん、ありがとう。あの緑色のやつですか。そうですそうです。あれ多分生漬け釣るやつです。おお。ザリガニ。やばい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 。やばい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 。倒した。この時期ザリガニは越冬前の荒食いでしょうか。この辺りは自然が豊かに残っているので、穴を掘って冬眠する個体も多そうです。よし、ザリガニと違って横に泳いでいるので頑張り屋さんのお魚です。食ってたのか食ってなかったのか、もう
覚えていませんが落としちゃいました。ごめん。この浮きの動き、もう画面の前の皆さんはお分かりですね。何でしょうか。せーの、ザリガニー。一本取りですね。マジか。ザリガニ団地、ザリ団地、ザリザリ団地、ザリ団地。多分私の場合は浮きカメラを確認するたびに釣り台が動いて前側がズブズブと沈みます。なのであえて後ろ側を下げて相対的に平らにしました。ついでにカメラアングルを変更。それにしても日差しが強い。パラソルは持ってきていますが、これだけ風が強いとぶっ飛ばされてしまいそうなのでかなりリスキーです。固定したところでパラソルが壊れるでしょうし、顔面で腕で日差しを浴びてます。マニュアル、マニュアル、ボディ出ましたね。あれこれ背びれか、あ、出てるか。イエス、イエスイエス。マブナさん、臭くない。はい、あーごめん、よいしょ、ありがとう。このくらいのサイズだと中尺くらいまではヘラブイとかだと余裕すぎるので、ダイワの月光やわらとかシマノの風切りがちょうどいいですね。相田さんが使っているのもブイですが 19.5 尺なので、まあ、長尺になってくるとかなり気持ちよさそうです。ここ1個だ。おお、オケにダイレクトインした。オケにダイレクトインしたのはこいっこちゃんでした。ありがとう。ん、恋でした。こいっこにマブナ、ザリガニが釣れていますが、お友達のカメは釣れません。顔を出してプカーッと浮いてはいるし、ザリガニと同じようにこういう場所で産卵しちゃうので大量発生していることは間違いありません。でも来ない。沖に比べて子一個が多すぎる気がするので、ヘラブナを釣るのは難しそうですが、うん、そろそろ釣りたい。あれ、これヘラ稚魚かも。この子釣れたわけではないんですが、ヘラの稚魚じゃないでしょうか。口も心なしか下向いてるし、コブもある。ただこの子背がかりだったんですよね。食ってりゃ最高だったんですが、まあこれじゃちょっと規定サイズに満たないか。ごめんね。今回針のサイズはオーナーセッサの6号だったんですが、あのサイズを釣りたかったらもう一回り小さい針にしておく必要があったか。そんなことを現地で思ったとか思わなかったとか。正直カメラの画角を変えたあたりで日焼けの匂いがしてきました。何の匂いかと例えようのない独特な匂いです。終わったね。マブナさん、ちっちゃいマブナさん。これは推定18センチ。大きに持ってかないと離せない。ん？引っかかってる？あ、草が引っかかってるだけか。よし。冒頭で美味しい水を汲んだ時にお気づきの方もいたかもしれませんが、手前の枯れた足のところにはスジエビがたくさんいました。まあ、いろんなところで見るエビですが、
大小混在で見るのは初めてでした。ちなみにスジエビは肉食性が強いとのことで、水槽に入れても沼エビみたいに苔は食べちゃくれません。頑張りやかも。元気マブ。ちょっとサイズアップ。私の中では強一ですね。おマブさん、利根川が釣った中では強一のサイズ。相田さんが釣ったおマブさんには到底及びませんが、おマブさん、この後18着に変えますが、せっかくカメラアングルも変えたのでダイジェストでお届けします。これは小一個でした。 3,40 秒飛ばすと18着に変更し始めるので、せっかちの人は、これは小一個でした。まあ、せっかちな人は1分くらい飛ばしてもらえればと思います。これは釣ったんですが針から外れちゃいました。これは浮きが横に動きますが、横に動いただけあって背がかり食っていませんでした。ということで、竿を月光やわら10尺の3メートルから一気に伸ばして、島の暁18尺 5.4 メートルです。イモグルはさっき使い切ってしまったので、シンベラグル1075、ワタグル25、水100です。ということで、ぐる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 てんぐるぐるからのカメラアングルを変更します。触れてこないですか。じゃあここで18尺1投目よろしくお願いします。ドキドキの18尺さあ、行くかな、飛んでいくかな、ドンピシャのところに行きます。あ、行った、すごい、やったやった、これ釣れた、入った入った、ドンピシャのところに入ってました。あ、浮いてるやつも取れますよ。なんなら奥でチロチロしてますよ。あれ、なんか私も誰かルアーやってんのかと思って。18尺の3投目、たまたま1本高さの高い足が残ってて、そこにずっとトンボが止まってます。いやー、自然がいっぱい、風情あふれる場所です。いつまでもこのままであってほしい。今回はすぐ左側と足元に枯れたのがあるので、下からは投げられず上から投げてます。うん、今日は大丈夫です。風があるんで。あ、本当だ、走る、気持ちよいな。あ、気持ちよいな、スーッと。ははははは。ちょっとペラブナっぽいかな、ペラブナかな、ペラブナちょうどにしちゃおう。口の形も、目がちょっと下そんなに向いてないけれど、まあそんな細かいことはいいんだよ、楽しませてくれてありがとうよ。18尺でありがとう。もうこういうマブナ小一個の数釣りも来年の夏頃までお預けなのかなと思うと、ちょっぴり寂しい気分になります。今のうちに思う存分楽しんで、冬ならではの釣りにシフトしていきますか。あと今着替えやら釣り道具の準備でいろいろドタバタしておりまして、ようやく一段落つきそうでつきません。現在の日付は2023年10月12から13になったところか。明日14には出発するので時間も足りません。結構アップアップ、その様子は来週以降の動画でアップする予定ですので、チャンネル登録をしてお待ちください。コックン、あー、食ってくかな、ロックしてんのかな、ロックしてるな。
これもでもなんかフラボナっぽくないですか、うん、風味というか、うん、これまた連続でヘラブナっぽい、まあ、いいヘラブナいいと思うんですけどね、ヘラブナ警察がうるさいもんで、いやそんなこと言うのはよくねえな。ナイスミドルを釣ります。エマニュエル夫人バリのやつを釣ります。ありがとう。だからといって君がカッコ悪いと言ってるわけじゃない、僕よりはカッコいい。今見ると口の形がちょっと怪しいですが、まあ疑いようのないヘラブナを釣ればいいだけの話ですと思っていましたが、これが今回最後のヒット。3度目の正直、二度あることは三度ある、おい矛盾してるじゃねえかよって昔から思ってました。とりあえず午前中の場所でご飯はもりもり食べていたんですが、そこではカメしか釣れずボツってしまったので、いつかリベンジして一本にまとめてお届けします。この時間なら帰って編集進められるなって。バリアですかね、釣れてはないと思う。リャンコ締めとしていいんじゃないですか。大小リャンコ、大小リャンコ、マブリャンコ、ミントボーヤンか。ツインマブ、どちらも食っていることを確認しました。小さい方が上の針、大きい方が下の針、まあドボンなのでどちらもそこに張っていましたね。では本日もありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。夕方の前に家に帰ったので丸一日日差しを浴びたわけではありませんが、数日後に鼻の頭とほっぺの皮が日焼けでペリペリと抜けてきました。10月に入ったというのに暑い日が続きますが、突然冷え込んだりもするので皆さん体調にはお気をつけください。かじるバターアイス美味しかったです。クールダウンをして無事帰宅。ではではまた次の動画でお会いしましょう。